I felt out of breath after running to the station. Hey, what's going on? 元気ですか？加藤です。今回はですね、駅まで走って息を切らしたを英語で何て言うか解説したいと思います。駅まで走って息を切らしたを英語で I felt out of breath after running to the station. I felt out of breath.After running to the station というふうに言います。今回の表現のポイントは息を切らせるという表現ですよね。で、息を切らせるという表現はね、fail もしくは be 動詞を使ってその後に out of breath もしくは short of breath というふうに言います。まあ、解説するとこういう感じですよね。まあこうね、息を切らせるという部分ですが、ね、核となってくるのが out of breath。short of breath ね。という風な感じで、ここでまあ息が切れてる状態という風になるんですけども、この状態と一緒に使うのは、こうね、B 動詞ですよね。なので、B 動詞かもしくは B 動詞と同じような役目を持つ fail ですね。何々の気がするとか、何々の感じがするという風な感じです。なので、これはそうですね。まあ状態を説明するのか、それともこう息が上手に切れたという風に説明するのかの違いなんですけども、実際にここでは、まあね、駅まで走って、こう、息がかかって上がってる状態でもね、駅まで走って、ここでは息を切らしてというふうな感じなので、I felt out of breath というふうに言います。で、駅まで走った後というふうにやりますね。英語では、駅まで走った、to the station ですね。何々まで。この to っていうのは何々までというのを表しています。After running to the station.ここでは一番言いたいことはね、I felt out of breath というのが一番言いたいことなんです。で、その理由を、まあ、詳しく後ろで説明しているわけなんですけど、After I ran to the station とかいうふうに言うと、すごくですね、まどろっこしくなってしまうんで、これを、その後にですね、まあこうね、ing の形でね、シンプルに言ってあげるのがいいのかなというところです。駅まで走って息を切らしたは英語で I felt out of breath after running to the station というふうに言うということを解説しました。はい、いかがでしたか？今回ね、駅まで走って息を切らしたを英語で何というか解説しました。毎回このようにですね、ワンポイントで役に立つ英会話のフレーズを解説しております。もし今度がいいと思ったら、高評価。そしてチャンネル登録をよろしくお願いいたします。またですね、動画の概要欄に毎日3フレーズずつ英会話のフレーズが届くメールマガジンの登録方法が書いてありますんで、もしね、いいと、ね、もしですね、この動画の更新情報を得たいという方はですね、ぜひ登録していただけると嬉しいです。それでは今回もご視聴ありがとうございました。バイ。